はい、青木拓磨です、今回はですね、レースにどうやって復帰をしたかということをですね、お話をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。僕がレースにですね、復帰したのはですね、確か1998年のに怪我をして、2007年の8月ですかね、アジアクロスカントリーラリーというラリーにレースに復帰しました。詳しく言うとですね、それはレースではなくて、そのラリーというふうな形で、まあ競技に復帰したというふうな形になります。まあそれまでの経緯としましてはですね、ちょっと長くなります。まずですね、僕がこの怪我をした時に、まあ今から1998年の2月ですので、まあ今から24年前になります。その当時24年前はですね、まあ僕は2輪の方の、国際 A 級ライセンスというものを持っていました。まあもちろんそのバイクに乗れなくなってしまったので、とは言っても最近は僕のバイク乗ってますけど、まあバイクに乗れ、まあ当時は乗れなくなったというか、レースにできるような、体制はなかったので、まあ一旦そのバイクはお休みをしてたというのがあって、まあ2輪がダメなら4輪があるだろうというふうな形で、僕はその4輪レースに夢をちょっと向けたわけですね。で、当時ですね、その車椅子になった方でもですね、ヨーロッパであったりアメリカでですね、レースをしている人の記事を、ね、見かけたことがありました。で、まあその中の一人として、まあクレイ・レガッツォーニさんという、まあ元フェラーリの F1 ドライバーの方がいらっしゃいます。まあ彼はですね、今から40年ぐらい前でしょうかね、F1 の時にですね、フォーミュラ1のレース中に、まあ、クラッシュして、まあ事故をして、で、まあそこから脊髄損傷になってしまった方がいらっしゃるんですが、もうその方がですね、ルマン24時間であったり、オーストラリアサファリだったり、ダカルラリーだったり、まあいろんなそのレースに出ていた記事を見ていたので、ああ、僕もそのレースってできるんだろうな、というふうに思ってました。で、まあアメリカでもですね、アメリカ人で、やはり車椅子の方でも、そのインディーカーの下のインディーライツっていうそのクラスがあったんですけど、そこにですね、車椅子の方でもレースをされていて、まあハンドルにアクセルとブレーキをこうやって中につけてですね、やってた方がいらっしゃいました。まあそういった方たちのですね、まあサーキットって言いましょうか、ガレージに見に行ったりですね、実際どういう風な形でレースやってんのかな、乗ってんのかなとかっていう風に、まあ、知りたくてですね、行った覚えがあります。各言う、その、アレックス・ザナルディさん。まあ、今はですね、元、彼も F1 ドライバーで、インディーカーでレースをしている最中に、まあ、事故を起こして、両足切断をしまして、まあ、レースから一時、離れましたけども、見事に復活して、まあ、義足をつけながらも、世界ツーリンカーレースに BMW から出たりですね、海外だとなんかなんでレースができるんだろうなっていうふうに実は思っていました。まあ日本においてですね、そのレースをするためにはですね、かなりですね、ハードルが実は高かったです。で、まあ今からその24年前、僕は怪我をして、98年の時に怪我をしてですね、アメリカに行きました。で、リハビリやりました。帰ってきました。レースしよう、ドクターグリーンの話を聞いて、うん、何でもできる。うん、だったらじゃあ僕はレースやったりっていう風な形で、まずレースをするためにはですね、レースの免許が必要です。まあライセンスですね。国内ライセンス、国際ライセンスというものがあります。まあそういった部分で国内ライセンスの B 級から始まって A 級。で、A 級ライセンス、国内 A 級ライセンスを持っていれば、国内のレース、ほとんどのレースが出れたりするんですけども、まあそこから今度国際 C、国際 B、国際 A というふうな、あとスーパーライセンスというふうな形の、ライセンス区分にはなってきます。2004年か2005年の時にですね、まあ当時ですね、ホンダの、ドゥユハバホンダという、CM を覚えている方がいらっしゃるかと思うんですが、そちらの方でですね、NSX に手動装置をつけたおじさんが、車椅子に乗ったおじさんが、それをサーキットを爆走するっていう、そういったCM があったんですね。で、その時に出た人
本人がですね、クレイレ・ガッツォーニさんです。そのクレイレ・ガッツォーニさんがですね、実はその日本に来るという情報をゲットしまして、会いに行きました。彼が主賓で来ている、彼イベントがそこに、まあ、ツインリンクも敵なんですけど、ツインリンクも敵で、NSX ミーティングっていうものがあって、まあ、そのゲストで彼をわざわざイタリアから呼んだわけですけども、呼んで彼をもっともっと称える、そういったパーティーでもあったんですが、なぜか僕が隣にいまして、彼とそのパーティー中ずーっと2時間ほぼ2時間ずっと喋りっぱなしになって、ね、どうやったらレースができたの、どうやってライセンスを取ったの、どうやって運転してんのっていうことをですね、もうずっと、もうあの自分の思いの丈というか、その疑問だったものをずっと、もうずっと聞いてくれて、でずっと話をしてて、でまああとはそこでクレイ・レガツォーニさんに言われた言葉がありました。その言葉というのはどういうことかというと、まあ、全世界の人がこういう、目が見えない、耳が聞こえない、手がない、指がない、足が動かない、そういった障害を持っている人たちっていうのは頭まで悪くなってんじゃないかっていうふうに思われる。これはしょうがないことなんだ。なんかそれを聞いた時に、なんかすごい妙にストンって自分の中で腑に落ちたものがあったんですね。いや、これすごいなと思って、あ、そっか、あ、だからなんか自分もなんか負けちゃいけないとか、その障害を負った自分は絶対に健常者の人に勝たなきゃいけないんだとかっていうふうなことを常に思っていたなっていうふうに思ってました。クレイの場合はですね、彼はもともとスイス人なんですが、まあ、イタリアに当時住んでまして、でイタリアでその怪我をして、免許を取ってまた運転をしようとした時に、その免許センターにおいてですね、こう言われたそうです。あなたは足が動きませんね、足が動かないんで運転免許証を渡すことはできませんと、断られたそうです。でそれに憤慨したクレイはこう言い放ったそうです。お前さ、足が動くんだったらば象でもライオンでも運転できんだろうと、車っていうものは頭で運転するものだっていうことを言ったそうです。で、それを証明するかのように、まあ、当時ヨーロッパというのはですね、今でこそオートマティックが普通に増えてますけども、当時の、ヨーロッパというのは本当にマニュアル車しか、ほとんどマニュアル車しかなかった。アクセル、ブレーキ、そしてクラッチというふうな形、3つの足の動作が必要だったわけですね。そうするとやっぱりクラッチをどのようにするかというのは、もちろんそのワイヤーでモーターをですね、ワイヤーを通じてクラッチを引っ張ってっていう風な形の操作を、まあ、その操作を作って、でその免許センターに持ってって、でそれで晴れて運転免許が交付されたという話をその時にも聞かされました。僕の今のレース活動の根底にあるのはやっぱり彼のその言葉であったり、彼のもっともっとその強い気持ちというのがあったからこそ、今の僕がいるんじゃないかなというふうに思ってます。そしてですね、晴れて、レースラリーのラリーレイドに2007年に参加して、2007年2008年そのアジアクロスカントリーラリーというものに出て、でいざ2009年の時にですね、今度は、ラリー界で一番トップのダカールラリーというものに参戦をしました。その時にですね、実は体にもですね、ちょっと怪我を、病気をしてしまいまして、なんでかというと褥瘡といって、まあ、よくおじいちゃんおばあちゃんたちが寝たきりになってしまうと、腰であったり足首のところにですね、ずっと圧がかかった状態になって、でまあそこのところがですね、皮膚が壊死して骨が見えてしまうっていう、そういった怪我に、病気から怪我になってしまうんですが、それにですね、僕も実はなりました。まあそういったその辛い思いをしてまでも、また次、翌2010年ですかね、の時のラリーにも参戦をしまして、今に至るということもありました。まあ本当にですね、その車椅子になってしまうと、いろいろな
ただただ単純に走るだけではなくて、そういった体のことであったりライセンスのことであったり、すごくその違うものが問題になってくるっていうのがあったりするので、なかなかねやはりその体が健常者じゃない部分での、辛さっていうのがあったりしますけども、まあそういうのも乗り越えてながらもそのレースをやる魅力っていうのがあるので、それをねこれからも伝えていければいいなというふうに思っています。はい、今回の動画はいかがでしたでしょうか。今回の動画良かったなと思った方はですね、ぜひいいねボタン、そしてですねチャンネル登録をよろしくお願いします。